YMCA と、それから、ワイズメンズクラブの理解をする時間があります、えー。あの、第3回目の時はですね、少しお話しできなかったんですが、せっかくいい機会ですので、その、ワイズメンズクラブとは何か、YMCA とは何か、えー、いい機会ですので、しっかりとですね、あの、理解できるいいチャンスですので、 えー、その事前にですね、行かれる前に、えー、今日あの、えー、日本 YMCA 同盟の石橋さんが来ておられますので、えー、ここでですね、えー、ユースエンパワーメントに特化したその YMCA ということで、えー、少し、えー、お話をしていただきたいと思いますが、石橋さん聞こえますはいあ。よろしくお願いいたします。 何分ぐらいあ10分ぐらいで結構ですよ。10分ぐらいです、はい、はい。改めまして、日本 YMCA 同盟の石橋と申します。よろしくお願いいたします。えー、っと、まあ、YMCA の中でのユースエンパワーメントですけれども、まあ、ユースエンパワーメントっていう言葉は、そんなに古くからあるものではなくて、<laughs> まあエンパワーですから、えー、ユースを応援して、ユースが伸び伸びと軽く活動できる場を、まあ、ユースだった私たちですね。<laughs> えー、それをこう一緒になって作っていきましょうと、えー。そういう、まあ、組織としてですね、ユースが中心に来る、ユースが前に立つというような形をいかにしてっていう、それ口で言うのは簡単なんですけれども、 えー、本当に難しいことでありますが、それをいかにして実現するかというのは、あまあ、世界の YMCA も、えー、どこの国の YMCA も別段答えを持っているわけではありませんですして、もう常にそれは、えー、トライアンドエラーを繰り返しつつ、今も模索していることだと、えー、私は理解しています。で日本の YMCA においてですね、 ただ、まあ、特質といいますか特徴的だと思えるものが、えーままあ、ユースというか、まあ、大学生という大きなくくりですね、えー、世界のいろんな国でも、そのユースの代表格となりますと、えー、学校に所属している学生さん、主に大学生たちを、えーまあ、対象とするわけですけれども。 えーまあ、それだけだとなかなか人数が難しいし、卒業したらユースじゃないのかいって言われるとそうでもないので、実際には30歳とか35歳ぐらいまでをユースとくくることも多いのですけれども、一応、ここでは、えーとまあ、20代前半ぐらいまでの、主に、えー、学生として YMCA に関わっている皆さんの様子っていうのをお話ししようかなと思います。 えーそうですね、大きくは、えー、今ここにも何人かいらっしゃる、あるいはそこから出身でいらっしゃる、えー、ボランティアのユースリーダーという形で、えー、いろいろな YMCA の、えー、事業所において、ですね、うん、あるいは例えば、えー、プールだとかサッカーだとか、そういうスポーツ関係の事業をしている、あるいは野外活動、キャンプと呼ばれるものですね、というところ、それから学童とか、うん えー、学童保育とかですね、そういう小さな子供たちの現場にも、えー、大学生たちが関わっているという形でですね、まあ、事業の中で、YMCA がその社会の中で、何か、何かの方法で YMCA という場所で、えー、今日よりも明日がちょっとでも良くなる社会に進みましょうという、いろんな取り組みですね。皆さんの健康を保つとか、 え子供の子育てを見守るとか、うん、いろんな方法でえ展開する事業の中に、大学生のリーダーシップ、えー、彼らの力をうまく混ぜて、ですね、えー、現場では一緒にそれがこう車輪の両輪のように回っていくっていう、えー、そういう形をとっている。これはですね、えー、これはなかなか、アジアの他の YMCA を見ても、 日本ほど組織的にそれができる、あるいはたくさんのユースが関わっているっていう国は、そんなにないいと思いますもちろん、まあこう、ペイをしたアルバイトという形で若者がたくさん働いてるとか、えそういった形はあるんでしょうけど、あるいは大きな行事の時にこにたくさんこう招待されるとかあると思うんですけども、日常の、通常の、えー、地域で行っている事業の中にっていうところは特徴的かなと思います。 それともう一点ですね。えー、学生 YMCA というグループがあります。私は今、日本 YMCA 同盟で主にその学生 YMCA を担当しているんですけれども、えー、東京とか大阪とか福岡とかという都市にある YMCA とは別に、えー、大学の中にある、あるいは大学のすぐ近くにある YMCA ですね。これを学生 YMCA と送っているんですけれども、 そういった YMCA の姿があるので、今日は少しそちらも一緒に見ていただきたいなと思っています。これがなかなかこう、皆さんもですね、ワイズメンズクラブの活動とか、普段の活動の中で、都市の YMCA との結びつきはあると思うんですけれども、えー、なかなか学生 YMCA との結びつきっていうのが少なくてですね、なんか謎のベールに包まれた学外っていう感じではあるんですが、 えと今見ていただいているように、えー、日本の各都市には、えー、都市 YMCA という形で、えー、34の YMCA がありまして、それらはですね、最初の初期の頃、初期というのは明治の頃ですね、1880年代からこう、日本が明治になって、<あ>江戸が終わって開国して、そ,そのレベルの時代から YMCA がキリスト教と共に入ってきて、 えー、各大きな町でですね、えー、YMCA という、まあ、キリスト教青年会という名前ですけれども、えー、当時スタートしていって、それが1900年代、えー、10年代、20年代、30年代、こう続きながら、えー、戦前のところまでですね、結構たくさんの YMCA が出来上がっているんです。もちろん戦後になってからできている YMCA もたくさんあるんですけれども、一番最近では鹿児島ですね。 えの YMCA が出来上がってきますが、そういう都市 YMCA の歴史に比べてですね、あ、その中でですね、すみません。私が今言います日本 YMCA 同盟というのは1903年に作られているんですけれども、これがですね、当時、えっ、ー、と、日本学生キリスト教青年会、まあ、今、私たちの言葉で言うと学生 YMCA の同盟が、とですね、それから、 市キリスト教青年会。これが、まあ、さっきの地図で見た、えー、都市 YMCA の同盟ですね。この二つの同盟組織が、1903年に合体をしまして、そのことによって、今の日本 YMCA 同盟の前身が出来上がっています。で、歴史用の流れを紐解きますとですね、一番最初の YMCA、東京 YMCA なんですけれども、その、えー、8年後ですね、東京 帝大学生キリスト教青年会、今の東大 YMCA ですね、の方が出来上がっていて、まあ、その8年の、その80年と88年という一つの塊の少し前にですね、えっ、ー、と、今、熊本からも参加ありますけれども、えっ、ー、と、熊本の花岡山での、えー、別名35名による熊本バンド、 これが、まあ、熊本 YMCA の流れにもなりますし、熊本大学 YMCA の流れにもなっています。同じく札幌農学校における、えー、北海道 YMCA の流れと、北海道大学 YMCA の流れというものがあります。えー、つまり、まあ、まあ、元のところは、ほぼほぼ同じところから出てきてですね、で、町にあるか、学校にあるか、まあ、キャンパスにあるかといいますか、の違いから、こう、二つになったんですけど、それが一つになった。 いう歴史であります。えー、っとですね、今、例えば、えー、学生寮を持つ YMCA が、えー、っと今、大学の中に全国で10の YMCA があります。学生寮ですから、毎日365日顔を付き合わせて、その中でお互いがこう切磋琢磨しつつ、学びと交流を広げつつ、自分の世界を確立していく、広げていく、というか活動をしている、 えー、YMCA とですね、もう一つ、まあ、今回一緒に参加する中央大学などは、このような、まあ、サークル YMCA という形になるんですけれども、学内のサークル活動として、例えばボランティア活動、えー、そうですね、町の清掃、ゴミ拾いとかですね、それからまあ子どもたち学童保育の現場をサポートするとか、そういったボランティア活動を中心に活動を展開する。 サークル型の YMCA というのもあります。まあ、それぞれの YMCA ですね、ありますけれど、ちょっとここは細かいので、まあ、ちょっとこれだけ最後言わせてください。2つの形の YMCA があるんですけども、学生 YMCA の中にはですね、まあ、私たちの全体の世界もそうですけども、コロナで大きな打撃を受けています。2000年2020年と2021年の大きな違いを見てください。1年生の数ですね。 もうほとんど20年は活動できなかった。その反動で今、新しく学びと体験を共にしようという形で、たくさんの学生たちが日本中、あるいは世界に向かってですね、つながっていこうとしています。今回、AYC にですね、参加する学生さんたちも、そういった目的を持ってですねあの、新しい出会いと学びを、日本における今、い一緒にいる皆さんとのつながり、 そのつながりをベースにして世界とのつながりという形で期待されているんだと思いますので、これからまた準備大変でしょうし、行って帰ってからの報告会も大変だと思いますけれども、はい、準備頑張っていただいてですねよ、ぜひ良い学びにしていただければと思います。w i s の皆さんもそれをですね、ぜひともですねこう、陰に日向にサポートしながら助けてやってください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上です。 はい。えー、石橋さんありがとうございました。あのー、なかなか今日石橋さんから話してもらいましたけども、まあ、学生 YMCA のね、話っていうのはじっくり聞く機会があまりないんですよね。あのー、私も都市 YMCA で今活動してますけども、都市 YMCA で意外と学生 YMCA とのつながり、パイプがあまりないところが多いんですよね。 なので、えー、私たちの YMCA の財産は、都市 YMCA のユースでもありますし、また学生 YMCA のユースでもありますので、両方とも YMCA の宝だということを、やっぱりあの、えー、しっかりと認識しておきたいなと思っているところです。今、あの学生 YMCA の話を石橋さんからしてもらいましたけれども、えっ、ー、とですね、田中大 聞くん、えー、声出せ、出せるようになった、出せる、出せますか。まだか。轟さん聞こえます。はい、大丈夫です。大丈夫。あの、今話聞いて、どうでしたか。えっと。わい、えっと、その、組織の流れとか、そういうのを今まで全く知らなかったので。そういうのが知れてよかったです。 あそうなんですよね、なかなかね、あのー、こういう話を聞くのはあんまりないのですごく良かったと思います。とどろきさんいかかがですかあはい、私はそうですね、あの,あの普段自分が参加してさ、参加させていただいているそのサークル活動の、えっと、YMCA における位置づけみたいなことが分かって、とても良かったんですあありりががととううごござざいいいまましたはす。<laughs> えとそういうことで、ですね、あのー、また現地に行ってからも、まあ、YMCA のこともよく学ぶこともありますしまたワイズメンズクラブの説明もあるかと思いますあのワイズメンズクラブについてはですね添付で、えーえー、ワイズメンズクラブとは何かという、あのー、資料も添付していますのでまたおいおい見ていただければと思っておりますあのせっかくいい機会なんでね YMCA とワイズそしてまた ユースエンパワーメントのことをあのしっかりと理解できるいいチャンスでもありますのでよろしくお願いをいたします。<music> 増えるかなって自営業ですんですなかなかそんな周りにあの友達とかあと自分の利害関係のない仲間っていうのを作りにくいなっていうのを感じていたのでチャリティーランというものをですね YMCA と合同でしましたその時は私たちがボランティアとして参加させていただきました障害のあるお子さんたちへの支援また 障害者のの方への理解を目的としたチャリティランです子どもに国際交流をさせる機会ができたというところですね台湾のクラブの会長のお宅にですねうちの子どもたち2人が1週間ホームステイをさせてあげる機会ができたりとか何でもできるんじゃないかっていう気持ちで来てほしいなと思います